シャイニーは韓国の男性アイドルグループである。シャイニーというグループ名は、光る、輝くという意味の、シャインに設備時の遺影を組み合わせた造語で、光り輝く人という意味。音楽、ダンス、ファッションと、あらゆるジャンルで最先端のトレンドを発信する、コンテンポラリーバンドというコンセプトのもとデビューした。2014年、I m You r Boy 公式ファイクラブの名称は、で、 略してと呼ぶ。日本公式ファンクラブの名称はシャイニーワールド J。単独コンサートの公演ブランド名もシャイニーワールドであり、2017年までに第5回目の公演であるシャイニーワールド V まで行われている。シャイニーワールドコンサートは韓国で発売されたアルバムをもとに構成されており、主に日本を除くアジア、北米、南米などで開催されている。 グループカラーはパールアクアグリーン。日本でも2011年にデビューしてから継続的に作品をリリースしており、2018年2月現在までにシングル14枚とフルアルバム5枚を発売している。全国ツアーもほぼ毎年行われており、こちらは日本で発売したフルアルバムをもとに構成されている。2017年には日本単独公演数が 通算100回に達している。また2014年から5年連続で東京ドーム公演を開催している。日本で発売される楽曲は韓国語曲の日本語版に限らず日本オリジナル楽曲も多い。また日本でのコンサートは韓国語曲、日本語版楽曲、日本オリジナル楽曲が織り混ぜられて行われる。また日本語オリジナル曲の韓国語版も存在し、 韓国のコンサートで披露されることもある。日本語はメンバー全員が話すことができ、インタビューなどもほとんど日本語で行う。中でもキーが堪能で、漢字も少々読めるレベルである。2017年12月18日にメインボーカルのジョンヒョンが在籍中に休成し、以降4人で活動を行っている。2018年5月にシャイニー結成10周年を迎えた。 2018年12月にリーダーのオンユ、2019年3月にキー、4月にミンホが現役入隊。デミンはその間ソロ活動を継続させた。2020年にオンユ、キー、ミンホが除隊し、本格的に4人での活動を再開。個人活動については、個人ページへ。プロフィール情報は、韓国、日本公式サイトより、個人活動については、 個人ページへ、プロフィール情報は、韓国、日本公式サイトより、シャイニーとしての主要な音楽活動と、特筆すべき、個人活動についてのみ記述する。2008年5月19日、SM から、オンユ、ジョンヒョン、キー、ミンホ、テミンの5人からなる新アイドルグループ、シャイニーのデビューが発表された。5月23日にデビューミニアルバム、リプレイを発売し、 5月25日に SBS の人気歌謡の舞台でデビューした。デビュー曲、リプレイは中曽根里ノが振り付けを担当し、彼女はこれ以後も、シャイニーの作品を多く手掛けている。8月28日に、世紀一周、ザ・シャイニー・ワールドを発売した。タイトル曲、ラブライク・オキシジェンは、デンマークのマーチン・ホーバーグ、ヘッドガードの、ショー・ザ・ワールドのリメイク曲である。 この曲で9月18日ネットの M カウントダウンで初めて音楽番組での1位を獲得した。ついで10月26日にザ・シャイニーワールドのリパッケージアルバムアミーゴを発売した。そしてオネットケムミュージックフェスティバル、ゴールデンディスクショーソウル歌謡大賞の3つの受賞式で新人賞を獲得した。5月25日2枚目のミニアルバムロメオを発売。 タイトル曲のジュリエットはジョンヒョンが作詞した。8月10日には日本での初イベントシャイニージャパンファーストミニライブファンミーティングイン東京を中野サンプラザで開催した。10月22日3枚目のミニアルバム2009イヤーオブアスを発売。タイトル曲リングリングドンはユヨンジンが手掛けたフックソング。サビでタイトルでもある リング・ディングドンというフレーズが繰り返され、聴いているうちにだんだん頭の中から離れなくなることから、オサムの禁止曲と呼ばれる。その中毒性ゆえに、シャイニーの曲を一度も聴いたことがない人はいても、一度しか聴いたことのない人はいないという魔性の曲と評される。2010年7月19日、世紀2週ルシフェルを発売した。タイトル曲、ルシファーは、 アーバンエレクトリックジャンルの曲で収録曲 You r Name では ONYU が初めて作詞に挑戦した。ルシファーのパフォーマンスははじめミンホはこれはまずい。できない。キーは体調が悪いと言って毛病を使ったらどうかななどメンバーたちも不可能だと思っていたほどハードなもので公開直前ギリギリになって仕上がった。12月26日、27日に 代々木第一単位区間にて、初の日本単独コンサート、シャイニーザイチ s t コンサートイン東京シャイニーワールドを開催。日本デビュー前だったが、応募は約10万件にも上ったため、昼、夜のに公演としのべに2万4000人を動員した。このコンサート中に2011年に EMI ミュージックジャパンよりデビューすることが発表された。1月には、韓国で、 初の単独コンサート、シャイニーワールドをソウルオリンピック公演体操競技場で開催した。6月19日、日本デビューを控えロンドンのアビーロードスタジオで記念イベント、シャイニージャパンデビュー、プレミアムレセプション、アビーロードスタジオインロンドンを行った。6月22日、リプレイの日本語版シングル、リプレイマイナス君は僕のエブリシングマイナスで、 EMI Music Japan からデビューし、オリコン週間ランキングで2位を記録した。8月29日に2枚目のシングル、ジュリエットを発売し、オリコンでは初登場3位を記録。9月9日には、ミュージックステージョンに出演した。10月12日、3枚目のシングル、ルシファーを発売し、オリコン週間ランキングで2位を記録した。これで、デビューシングルから三作連続で、 トップ3入りを果たした。2012IAM ショーケース3月24日、1年6ヶ月ぶりとなる4枚目のミニアルバム、シャーロックが発売された。タイトル曲、シャーロックは、クルーとノートの2曲を組み合わせたハイブリッドリミックス楽曲で、当時の韓国歌謡界では珍しかった。シャーロックとは、シャーロック・ホームズのことを指し、メガボルトも探偵活劇風に作られている。 振付師にはマイケル・ジャクソン、カイリー・ミノーグ、ジャネット・ジャクソンらと共に仕事をしたトニー・テスタを招いた。ステージ前方に大股でカッポしていくダンスが特徴である。シャーロックはローリング・ストームの史上最高の男性グループ曲50で12位にランクインしたり、シャイニーにとっての重要な分岐点の一つに挙げられることもある。4月から日本で初めてのアリーナツアー。 シャイニー・ザ・ファースト・ジャパン・ AR ・ ENA ツアーシャイニー・ワールド2012を開催。全国7都市、全20公演で約20万人を動員した。10月10日、初の日本オリジナル楽曲ダズリング・ガールを発売。ジャケットとビデオクリップには、ファッションデザイナーの丸山啓太とヘアメイクの富澤昇が参加した。二月十九日に、世紀三週。 チャプター1ドリームガールザ・ミスカンセプションズ・オブ・ユーを発売。正規3週は2枚に分かれており、4月29日にチャプター2ホワイソシリアスザ・ミスカンセプションズ・オブ・メを発売した。8月8日にこの2作を合わせて新規曲を追加したザ・ミスカンセプションズ・オブ・アスが発売された。ドリームガールの振り付けはシャーロックに続きトニー・テスタが担当し、 マイクスタンドを使ったダンスを披露。マイクスタンドはあくまで小物で実際の歌唱にはヘッドセットマイクを使用。マイクスタンドを持ち運びながら絶えずステージを移動するパフォーマンスで今までで一番練習量が多かったとジョンヒョンは語っている。ホワイトソシギアスのコンセプトは恋に落ちたゾンビで両手を前に垂らして手を振ったり体の中心がずれたようにふらふら歩いたりと ゾンビを連想させる振り付けとなっている。4月1日に交通事故に遭い、鼻の骨を負傷したジョンヒョンはミュージックビデオ撮影に参加できず、カムバック活動の前半は4人体制で行われた。しかしジョンヒョンは5月23日の m カウントダウンから合流した。10月14日、5枚目のミニアルバムエブリバリーを発売。コンセプトはハーメルンで笛の音に、 子供が魅了され、連れ去られたように、シャイニーも、また音楽で人々を導くという意味が込められている。アルバムジャケットで着用した衣装は、トム・ブラウンの2014年春夏コレクションのもので、今回のコンセプトのために特別にニューヨークから取り寄せられた。ダンスコンセプトは、おもちゃのロボットで、はじめはバラバラだった一体のロボットが合体して、巨大ロボットを作り上げていく。 ストーリー形式になっている。曲は床に寝そべっているメンバーが、ベイクアップの音声とともに一人一人起き上がっていく、ところから始まり、最後に全員が、スイッチが切れたようにステージへ倒れ込んで終わる。また手眠の死を4人がそれぞれ持ち上げて、起こしたり、半分背負い投げのような形で、ペアになったメンバーを持ち上げたり、オンユが両腕をプロペラに見立てて、全速力で、全回転させるなど、 シャイニーの楽曲の中でも特にアクロバティックなパフォーマンスが繰り広げられる。2014年10月5日に開催された SM タウンライブワールドツアーホーイン東京は台風18号が接近しており土砂降りの中行われた。しかしシャイニーはエブリバディの振り付けを変更することなく通常通りのステージを披露。曲ラストでメンバーが水たまりができたステージに躊躇なく倒れ込むなど その潔いパフォーマンスは反響を呼び、後にシングル、ウィンター・ワンダーランドのファンクラブ会員限定特典として特別に映像化されている。2013年は上記の通りほぼ1年中、韓国で音楽活動を続けたが、その合間を縫って日本でもフルアルバム、ボーイズ・ミーというを発売し、全国アリーナツアー、シャイニー・ワールド2013。 ボーイズ・ミーというを半年にわたり行った。8月13日には、都内3カ所で、ボーイズ・ミーというスペシャルイベントと題して、サプライズライブが行われ、ケイパ、アクティブスポーツ・カンピング・ CM ソング、日本テレビ系、スッキリ、9月テーマソングになった。そして、メロン・ミュージック・アワーズにて、デビュー6年目にして、初の大賞を獲得した。 2014年は韓国でのカムバック活動はなかったが、3月にキーがインフィニットのウヒョンとユニットドハートを結成しデビュー。さらに8月にはテミンがミニアルバム ACE でソロデビューした。また3月からは約1年9ヶ月ぶりとなる3度目の単独コンサートツアーシャイニーワールド3を開催し、初めての南米公演も行われた。 日本では9月24日に3枚目のフルアルバム I.M.You Are Boy を発売し、オリコンチャートでシングルアルバムを通して自身初となる週間1位を獲得した。また本作を引っ提げて自身最大規模となる全国ホールアリーナツアーシャイニーワールド 2014I.I.M.You Are Boy を行った。2015コリアミュージックフェスティバル1月テミンに続き ジョンヒョンがミニアルバムベースでソロデビューした。3月には自身初となる東京ドーム公演シャイニーワールド 2014i エム・ユア・ボーイスペシャルエディションイン東京ドームを開催した。5月18日、世紀4週オットを発売。エブリバディから約1年7ヶ月ぶりとなるカムバックでタイトル曲ビューは イギリスの作曲家チームロンドンノイズが手掛けたディープハウスジャンルのアップテンポな楽曲。作詞はジョンヒョンが、振り付けはイアン・イーストウッドが担当した。新曲は発売前の5月15から17日に行われたコンサートシャイニー・ワールド・ホーイン・ソウルで先行公開された。ミュージックビデオは初の海外オールロケでタイで撮影された。 言うは、これまでの恋に落ちたゾンビやおもちゃのロボットといった明確なコンセプトとそれに伴うダイナミックなダンスとは異なり、ミュージックビデオではメンバーと同年代の女性たちが街中で遊びにふける様子が描かれ、ダンスもやや緩やかになり、ソフトな印象を与える楽曲となっている。従来見られなかったミュージックビデオ、ダンス、楽曲のため、今作は、 大衆性によったとも評価される。キーは、エブリバディが人間の限界を感じるようなパフォーマンスの頂点で、すでに限界値を示したので、それ以上をやっても、同様に受け取られるだろうと悩んだという。協議した結果、デビュー時の感性と感覚を見せていくことに決め、力を抜くことが、より新しいと思って選ばれた曲が、ビューであった。下記は今作に対するメンバーのコメントである。 これまでは軍部をたくさん見せてきたが、今回は歌のジャンルも新しい音楽を試みた。力を抜いたというよりも余裕のある姿を見せたかった。新しいものをたくさん見せようとしたので、そのような評価を受けたと思う。民保僕たちは今回、同じ年頃の自分たちの姿を見せようというコンセプトで出た。夫は得意さを意味する単語だが、ひょっとしたら、 僕たちは幼い頃から今まで得意な姿を見せてきたのかもしれない。だから今回は本当の僕たちの姿を見せたい。ジョンヒョン私たちはもちろん韓国の主要音楽史上であまり見られなかったジャンルの歌だったので最初に聞いた時から私たちによく似合うと思った。シャイニーとビューという曲が出会った時に私たちが追求するコンテンポラリーというコンセプトを 継続していくことができる機会ではないかと思った。テミン8月3日、4週リパッケージアルバム、マリード・ツーザ・ミュージックを発売。タイトル曲、マリード・ツーザ・ミュージックは、ファンキーなディスコジャンルの楽曲で、ビュー同様、ロンドンノイズが担当した。パフォーマンスは、ビューとは、打って変わって、ダンサーたちとの大掛かりなコンビネーションダンスが特徴で、音楽番組でのステージは、 ワンテイクで披露された。2016コリアン、ポピュラーカルチャーアーツアワーズ1月1日、4枚目の日本フルアルバム DDD を発売し、前作に続き、オリコンで1位を獲得。月末から約半年間、日本全国アリーナツアー、シャイニーワールド 2016DDD を行った。7月、テミンがミニアルバム、さよなら一人で、 日本ソロデビューを果たした。10月に5枚目のミニアルバム、一オブイを発売。本作のコンセプトはレトロで、タイトル曲、一オブイは、韓国の90年代に流行した、ニュージェックスイングジャンルの曲。レトロコンセプトに合わせてアルバムは、カセットテープでも発売された。このカセットテープは、当初1000個限定だったが、1日で完売したため、最終的には5万枚が、 追加生産されている。オンは足を負傷していたため、ミュージックビデオのダンスパートには参加できなかった。常に時代の先端を行くコンテンポラリーバンドと標榜しているにもかかわらず、レトロという相反するコンセプトについてジョンヒョンは次のように説明している。レトロに戻るということ自体が危険な決定かも知れないが、シャイニーならではのカラーやシグネチャーキャラクターをうまく被せ、 レトロを解釈しようと思い挑戦した。10代や20代にとってはレトロに馴染みが薄いこともあり、より面白く感じられるのではないか。もしかしたら考えてもいなかった反応を得ることができるかもしれない。30代と40代には思い出を引き出す対象になるかもしれないと予想した。実際、私たちはコンテンポラリーバンドを掲げているため、復古風。 つまり以前の何かに戻ることに対する心配もあったが、私たちだけのカラーでレトロを解釈することができると考える。ジョンヒョン12月には、シャイニーワールド第5弾公演である、シャイニーワールド V を横浜アリーナで開催。シャイニーワールドの日本公演は、2010から2011年に行われた第1弾ぶりということもあり、チケットは入手困難を極めた。 また 2016FNS 歌謡祭第2夜に出演し、ワンダフルクリスマスタイムとエブリバディを披露、久々の日本地上波テレビゴールデンタイムの出演となった。1月28日から5回目となる日本ツアーシャイニーワールド2 0 1 7ブを開催し、25万人を動員。名古屋公演で日本でのコンサート回数が100回を迎えた。 2月22日に5枚目の日本フルアルバムブを発売。リード曲 Get the Treasure の振り付け監修は中曽根里乃が担当しストップモーションを多用したミュージックビデオを作成した。またブツアーの合間にシャイニーワールド V 発の北米ツアーも開催した。7月にはテミンが日本武道館で単独コンサートを開催した。8月 o ニ u が ソウル港南区にあるクラブで酒に酔った状態で女性客に触ったとして在宅起訴されたがその後嫌疑なしと判断されたこの事件を受けて恩ユはドラマ青春時代にから交番し9月に控えていたシャイニーワールド2017-5スペシャルエディションの東京ドームと京セラ公演の出演は自ら辞退した12月15日 2018年2月にオンユの入隊前最後となるコンサート、シャイニーワールドザベスト2018、フロムナウ h ン ON を京セラドームと東京ドームで開催することが発表された。しかし、この発表のわずか3日後の18日、ジョンヒョンがソウル江南区西誕堂の宿泊施設で倒れたまま発見され、病院に搬送されたが死亡したことが確認された。ジョンヒョンの死去を受け、 上気ドーム公演については一旦保留されるも、2018年1月9日に、予定通り公演を行うことが決定した。2月27日に東京ドームで行われた、シャイニーワールドザベスト2018、フロムナウオーエヌの最終公演のアンコールで、ジョンヒョンのボーカルも含まれた、新曲、エブリータイムを披露。同公演で、ミンホは、永遠にジョンヒョンさんを忘れないでほしいです。 キーは、シャイニーは永遠に5人なので、ジョン君を忘れないでくださいと語った。4月18日、初のベストアルバムとなる、シャイニーザ・ベスト・フロム・ナウ・ ON が発売。このアルバムは、初週8.9万枚を売り上げ、4月30日付のオリコン週間チャート、ビルボード・ジャパン総合アルバムチャートで共に1位を獲得。 5月25日のデビュー10周年を記念して、5月末にアルバムをリリースすることを発表。5月27日には10周年記念ファンミーティング、シャイニーデビュー1 0スアニバーサリー、シャイニーデーを韓国で開催。7月には、SM タウンライブワールドツアーロックインジャパンに出演。1月1日のオンライン無料オンラインコンサート、SM タウンライブ、カルチャーヒューマニティ内で、 本格的な活動再開のティーザーが放映された。同月31日には、スペシャルライブ、ザリングトーン、シャイニーズバックが開催され、7枚目のフルアルバム、ドントコールメが2月22日に発売されることが発表された。4月4日には、シャイニーの初のオンラインコンサート、ビヨンドライブシャイニー、シャイニーワールドが全世界に配信され、 全世界120カ国から約13万人がリアルタイムで視聴した。4月12日、7枚目のフルアルバムである、ドンとコール目のリパッケージアルバム、アトランティスが発売。5月2日には、テミンがビヨンドライブにてオンラインソロコンサートを配信。全119カ国9万人が視聴した。7月28日には、約3年ぶりとなる、日本オリジナルミニアルバムが、 発売予定。詳細は、シャイニーのディスコグラフィ、シャイニーの曲一覧を参照。ミニアルバムフルアルバム OSTCD シングル CD、アルバムベストアルバムライセンス CD アルバム DVD、ブルーレイ発売年はすべて公式サイトより、レギュラー番組のみ。グループでの受賞の詳細は、シャイニーの受賞歴リストへ。個人での受賞は、メンバー別ページへ。ありがとうございます。